キア95系機動車は、東海旅客鉄道が保有する事業用機動車。車両先頭に黄色の塗装を施し、ドクター東海の愛称がある。全車が日本車両製造で製造され、3両編成2本が名古屋車両区に配置されている。従来の検測車である193系50番台の老朽化と西日本旅客鉄道から車両を借り入れ、 別々の車両で行っていた軌道関係と電気関係の検索を効率よく行うため、1996年に第一編成が登場し、試験走行を経た後1997年3月30日から運用が開始された。2005年4月には第二編成が登場した。軌道車であるため、JR 東海管内の在来線は電化。 非電化を問わず検測が可能である。JR 東海の路線のほか線路がつながっている、名古屋港線、潮浜線、伊勢鉄道、垂水鉄道、愛知環状鉄道、天竜浜名古鉄道、青波線内での検測も担当している。キハ75型を設計のベースとしており、エンジンはカミンズ車製 CDMF14HZB を両先頭車に各2機搭載し、 減速機は、新潟コンバート製 CDW14A。ブレーキシステムは、電気指令式空気ブレーキを採用している。これにより、最高速度時速 120km での減速が可能となり、営業列車運転中の時間帯でも、他列車の運転に影響を与えることなく、減速列車の運転が可能となった。なお、DR に編成ではエンジンを、 電子燃料制御方式の N14ER とし、環境にも配慮されている。オールステンレス車体を採用しており、側面用部と膜板部には、青の濃淡、そ部に、黄色の帯がそれぞれ入る。正面部分は普通構成で、黄色一式に塗られている。冷房装置は、従来機動車の機関直結式とは異なり、ディーゼル発電機を電源とする集約分散式が、 採用された。冷房装置自体は373系電車と同一の CAU714 系にである。また高い測定精度の確保、非営業列車のため高速化を必要としないなどの理由から振り子装置は搭載されておらず、曲線での速度制限から運転速度が低くなる、中央本線では特急、シナノを退避することもある。車両には、 河川との接触状態などを確認するための下枠交差式パンタグラフが一機搭載されている。2021年現在、パンタグラフを用いた河川検測は DR2 編成のみが担当している。かつては DR1 編成が担当していたが、2016年に互いのパンタグラフ装置を入れ替えている。第一編成の登場から10年が経過し、DR2 の増備にあたっては、 新たな技術の導入が行われた。旧来の DR1 に対しても機器の更新が行われ、DR2 と同等の検査制度を確保した。導入された新技術は以下の通りである。これらの新技術搭載にあたり、それぞれの編成において3ヶ月間の試験、確認、調整を行い、2006年4月から2編成による検査体制となった。これ以降、 各路線において1ヶ月に2回の軌道検測が実施されている。キヤ95から2、キサヤ94から2、キヤ95から102,997年に、ドイツ鉄道より本系列と検測システムを導入したいという打診があり、交通新聞紙上において報じられたが、その後ドイツ側の事情により立ち消えとなった。ありがとうございます。